んでしょうかね。こっちも書いてあるね。ここでもね、本当ですね、うん、でも建物とかはこれ大丈夫だったんだよね、うん。スペシャエリアミュージックセーブズトゥモロー、今回は東北ライブハウス大作戦の第3号店ブルーレジスタンスのオープンの模様をお届けします。東北ライブハウス大作戦は東日本大震災で被災した岩手県宮古市、大船渡市、宮城県石巻市にライブハウスを建設し、音楽で被災地を活性化させることを目的に2011年6月からスタート。番組では取材を続けています。記念すべきブルーレジスタンスのこけら落としを務めたのはアスパラガス。アスパラガスは2002年に結成。ギターボーカル渡辺忍、ドラム市瀬正和、ベース原直央からなる3ピースバンド。今年で結成10周年を迎え、それを記念したパラシュートツアーの一環として宮城県石巻市を訪れました。今日も入ってきた時にこう完成した建物を見てなんかこう胸熱になるというかグッとくるって思うのかなと思ったら、そうじゃなくて、結構そこにいるスタッフの雰囲気とかを見て逆に噛み締めるみたいな、あざすみたいな感覚ですよね。だからもうライブも特別な雰囲気でやるというよりはいつも通り僕らやって、 SPC の西方さんと知り合ったのはアスパラガスからですね。その前からはチラッとしてたんですけど、ただ怖い人みたいなイメージしかなかったんで、ギャラもちゃんと払えないような状態からでもお前らのことならやってあげるよみたいな感じで、一番最初に先輩がライブハウス作りたいんだよねみたいな話をしたら、なんか思い出して、それを最初に聞いた時ってなんかもうなんだろう、すごい、あ、そんな壮大なみたいな、まあ、最初ギャグかと思った。そう、なんかちょっとあギャグ言ってんのかなそこでもライブできてるならすげえなっていう感覚は、しかももう3つもできちゃったわけだ、本当にすごいし、もしかしたらちょっと大げさかもしれないけど、ちょっとこれ一番かもしれない、今わかんないよ、リハあ本番だったらやりづらいかもしれないけど、かなりすごいやりやすいね、もう今多分3本の指に入るぐらい今やりやすいね、多分今までやってきたライブハウスの中で、これ多分本番になっても回り込みそんな変わんないって、そんなマジックあんの、あるんですよ、あるんですよ、この音の感じも良かったし、なんかこうこういう時ってなんかこう大げさに言っちゃいそうじゃない、逆にこういう風なところだから、だけどこれ大げさじゃなくて本当にいい箱ですよ、これ逆に近所にあった方がいいなと思う本当に。ちなみにあのスペシャルエリア的なちょっと志保さんに質問、最近ほっつき歩いてますか？ほっつき歩いてますほっつき歩く、ほっつき歩く、誰ですか？これは僕ですね。何ですか？ほっつき歩く、まあ、ほっつき歩くっていうのは、まあ、俗に言う散歩っていうか、はい、でも散歩っていうとなんかちょっと例えば今ほらあのジョギングとか、はい、もうみんな流行って結構やってるじゃないですか、うん、散歩とか、うん、体のため、うん、僕の場合はほっつき歩くっていうだけあって、うん、なんかフラフラしてるっていうか、うん、なんかちょっとそのあなるほど、ちょっと怪しいんですよ怪しい散歩よりはもっとなんかゆっくりやし、目的もないし、あ、でもツアー中だから街をこう突き歩いてますよ行きますかそれこそねえ翔太郎キャラというかその何やるねえ、僕すごい街にいっぱいあるこれ多分ロボコン、これもしかしたらテヘペロの元祖みたいになっちゃってこのこれ完全テヘペロですよ、ね、どう考えたら多分この防犯カメラを設置していますっていうのは波平さんみたいにこれ抜かれないように多分ね
ただ防犯カメラぶっちゃけ見つからないあんのかな。でもあるんだろうな。まあでもそれ探したところで別にやらないですけど。かわいい。まあもうすぐそこにまたあれちょっとちゃんと何だったか分かんない。あれどタクシーかドロロかなんか分かりません。何だろう、何だろう、これ何ですかね。足腰しっかりしてます。足腰しっかりしてます。電話番号は02しっかりしてますよ。やっぱしっかりしてますね、足腰が。ここがしっかりしてますね。この指の感じが結構しっかりしてますね。しっかりしてます。これがもう4人目で、ね、最後のカナダです。これしっかりしてますね。ね、しっかりしてます。どっちかというとぬらいと暑いですね、やっぱりね。これがやっぱり昆虫感出てるんですね。鳩胸だな。深みがある。そんな感じでチェックインしますよ。じゃあホテルに一回本番前に。ありがとうございました。いよいよ会場の時間。記念すべきオープンを祝いにたくさんのお客さんが集まりました。まあ、1年に近い感じで頑張ってきてあるんですけど、まあ、今からまだまだ大変なこともあると思いますけど、そのスタートラインというかその皆さんの巻き札もいっぱいあるんですけど、すごいこうパワーをもらってやれたらというか、みんなを逆に笑顔にできればいいなという気持ちで頑張りたいなと思います。すいません、それでは開場します。どうぞ。ありがとうございます。はい、ビールです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。手伝ってくれて感無量ですね。でいろんな人の協力がないところまでやっぱり来れなかったし、誰か一人かけてもライブハウスできなかったと思うんで、本当に皆さんに感謝です。なんか10年やってた感覚がないっていうのもあるんですけど、ただあんま振り返りたくはないというか、まあ、先を見たいというか、ただまあでもそれだけ応援してきてくれた人もいたり、ずっと回ってくれてるスタッフとか周りの皆さんのことを考えると、ああもう10年も付き合ってくれてんだなとかは思います。アスパラ史上実は今回の人が一番長く行ってて、
本当ツアーの楽しさというか、これからだなってやっと思えた感じがしましたね。お客さんもすごい待ちわびてたかというか、一緒になって楽しんでるのがもう始まる前から予感できたというか、楽しみにしてくれてて今日来てくれてる人っていうのが本当に待ちわびてた遊び場がここにできたんだなって思います。みんなが笑顔になれる街っていうか、昔若い頃にあったような街になればいいなと思って頑張ります。ありがとうございました。そして東北ライブハウス大作戦の模様を、見ていただきました。まずは、はい、本当にあの東北ライブハウス大作戦つい3店舗目ブルーレジスタンス出来上がる完成ということで、まあ、完成営業も始まったということでおめでとうございます。この番組をずっと、ね、追いかけさせてもらってましたけど、でそのこけら落としが、ね、アスパラガスということで、まあ、今年10周年ですね、アスパラガス、ね、はい、そうです。じゃあ JJ さんからね、この10周年迎えましたアスパラガスターにお祝いのコメントなんかをやってあげてください。シノッピー、イチセ君、そしてナオ君、見てますか JJ です。アスパラガス活動10周年おめでとうございます。今日の JJ さんなんかしっとりしてますね。そうそうなんだよ。なんだろうね、服のせいなのかな、なんだろうな、いい VTR だったからかな、はい、まあそんな感じなんですけど、まあ、あのこれからもですね、10周年迎えましたけど、これから先も、素晴らしい歌そして演奏をこの3人で、そして何よりあの壮絶な打ち上げも頑張って進めてくださいということで、また一緒にやりましょう。おめでとうございます。おめでとうございます。打ち上げ本当すごいのよ。うち の, あのドラム の, あの田中さんがすごすぎてですね、吐いたって言うんですよ。お酒を飲むんですけど、それだけでは済まない何かがあるんですよ。決してここでは言えないんですけど、それを見て吐いたし。そしてそして、はい、こちら東北ライブハウス大作戦に新プロジェクトが立ち上がることになりました。マジで、はい、そうなんでございます。拍手を。題して東北ライブハウス大作戦 with ライブ福島ということなんですけれども、なるほど、はい、これまでの東北ライブハウス大作戦の活動を続けつつ、うん、音楽を通して人と地域と世代をつなぐことの思いを広げつなげるために、うん、今回ライブ福島との共同企画としまして、福島に自然エネルギーによる野外音楽堂を作るというプロジェクトでございます。すごい、はい、詳しくは東北ライブハウス大作戦のホームページをチェックしてください。はい、番組でも取材に行こうと思っております。そうですね、はい、いやでもやっぱいいですね、ライブハウスできるとやっぱ人と人との本当交流があるなと思って見てました。これからもこの番組で応援していきたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。ってなわけで